Linux Security Modules は GNU Linux において2意の一つのセキュリティ実装のみをサポートすることを回避し同時に様々なコンピュータセキュリティモデルをサポートするため Linux カー r n e l に追加されたフレームワークである GNU General Public License の条項に従いライセンスされ Linux カー r n e l Ver.2.6 の標準的な機能の一部となっている アポマー、セキュリティ、エンハンスドリナックス、スマックそして、ともよリナックスは現在メインラインカーネルに存在する、LSM ベースのセキュリティモジュールである。カーネルソースコードディレクトリのトップにあるセキュリティ、というディレクトリの下に、カーネル内処理に関するサブルーチングが、インクルード、リナックス、セキュリティ、H ヘッダファイルに、主要な関数。 構造体のプロトタイプ宣言や有益なマクロ、インライン関数がある。名称より誤解を受けることが多いが、2011年現在における、LSM は、ローダブルカーネルモジュールではなく、カーネル内に静的にリンクされる。また、LSM の上に実装される各種セキュリティモジュールは、以前は、LKM として実装可能であったが、現在では、原則不可能である。 Linux セキュリティモジュールと呼称する文書、Web ページが散見されるが、正しくは、Linux セキュリティモジュールズである。LSM は、Linux カーネルへの変更を可能な限り抑えつつ、強制アクセス制御をうまく実装するためのあらゆる、機能を提供するという、特定の用途のために設計された。LSM は、シストレースのようなシステムコールへの干渉のアプローチを、 取ることを避ける。なぜならば、そのようなツールは、マルチプロセッサシステムにおけるスケーラビリティにかけ、タイムオブチェックツータイムオブユーズ攻撃に、脆弱である。代わりに、LSM は、ユーザー空間ツールが、最終的にイノデやタスク制御ブロックのような重要な、内部カーネルオブジェクトにアクセスする際のカーネル内の、すべての呼び出し箇所に、フックを挿入する。プロジェクトは、 メインストリームカーネルへの巨大かつ複雑な変更は避けるためアクセス制御の問題解決のスコープに限定している。LSM は一般的なフックすなわち常用び出しのメカニズムを意図しているのではなくオペレーティングシステムレベルの仮想化をサポートするものでもない。従来から Linux 環境で利用されてきたセキュリティモジュールプラグブルオーセンティケーションモジュールは ユーザー認証やパーミッション制御のみに特化しているが、LSM はそれよりもカバーする範囲は広い。LSM のアクセス制御の目標は、システム監査の問題と非常に近い関連性があるが、少し相違点もある。監査は、アクセス指向を全てを記録するということを要求する。LSM は、そのようなことは実現しない。なぜなら、カーネル内の、ちょっとした回り道による、 システムコール失敗を検知し、関連する重要オブジェクトが取得される前に、エラーコードを返すには、さらに非常に多くのフックが必要となるためである。LSM の設計は、ユースニクスセキュリティ2002において、論文リナックスセキュリティモジュールズ、ゼネラルセキュリティ、サポートフォーザリナックスカーネルという形で発表された。同じカンファレンスにおいて、ユージングクオールフォー、 スタティックアナリシスオブオーソリゼーションフック、プレイスメントという必要なすべてのフックが実際にカーネルに挿入されたことを検証するカーネルソースコードの性的な自動解析に関する研究論文も発表されている。2001年の Linux カーネルサミットにおいて NSA はセキュリティエンハンスド Linux を Linux カーネルバージョン2.5に含めるよう提案した。 リーナスはその時点ではソリナックスの統合を拒否した。なぜなら彼は開発中の様々なセキュリティプロジェクトが存在することを知っており、それらはすべて異なっているため、セキュリティコミュニティは上位のセキュリティモデルを構築するコンセンサスを未だ形成していなかったためである。代わりにリーナスはセキュリティコミュニティにセキュリティモデルのモジュール化を実施するよう要求した。 それに対する返答として、クリスピン公ンは、ローダブルカーネルモジュールに、アクセス制御を強制するため LSM という、Linux カーネル内部からモジュールへの十分な、フックを供給する、カーネルのインターフェースを提案した。向こう2年をかけ、LSM の開発は、i m u n ク x Corporation、NSA、m カ c a f IBM、SGI からの大部分の貢献を含み、 またこれら企業と多くの独立した貢献者により新設された LSM コミュニティによって主導された。LSM は最終的にはメインストリームカーネルへの受け入れを承認され2003年12月に Linux カーネルバージョン2.6の標準機能の一部として取り込まれた。2006年一部のカーネル開発者が メインストリームの Linux カーネルソースツリーにおいて LSM を後半に使用しているモジュールはソリナックスのみであることに気づいた。仮にソリナックスのみが LSM を後半に使用するモジュールならば LSM の間接的な処理は不要であり LSM は削除されソリナックス自身にとって変わるべきであることは理解され得た。しかしながら メインストリームカーネルツーリー以外でメンテナンスされ、未だ含まれないその他の LSM モジュールが当時あった。LSM が存在しなければこれらのメインストリームカーネルツーリーへのマージはより困難、もしくは不可能となってしまう。またソリナックス開発者の中には、アポマーがファイルパス名ベースのアクセス制御であることに対し、ラベルベースのアクセス制御であるソリナックスの方が、 ファイルなどという常に、コロコロ変わるものをベースにする実装より厳密かつ、優位に立つと主張する者も,もいた。この議論は二つの結果にたどり着いた。これらのモジュールの開発者は、各自のモジュールを、メインストリームカーネルに統合できるよう努力し始めた。2006年のカーネルサミットにおいてリーナスは、今後も LSM を損置することを再度主張した。彼は、 最善のセキュリティモデルが何であるかといった議論の仲裁などしたくなかったからである。これによりもう一つの追加のセキュリティモジュールであるともよ、Linux が2009年6月メインラインカーネルバージョン2.6、30に統合されるまで LSM は存続することができた。注意すべきことに LSM を利用して実装されたセキュリティモジュールはカーネル内に互いに共存できるが 同時実行できない。例えば、ソリナックスと友よりナックスは、カーネルコンフィグレーションで両方をイエスに選択、カーネル内に両者をリンクできるが、実行時にはどちらか一方のみしか有効化することができず、またその方法は、起動時のカーネルパラメータに、どのセキュリティモジュールを使用するか指定することとなる。 Linux カーネルバージョン2.6-24以前は、上述の通り完全な強制アクセス制御を持つセキュリティモジュールを LKM として実装可能だったが、このバージョン以降、特殊な回避方法を用いない限り、LKM としてはセキュリティモジュールを実装できなくなった。そのような特殊な回避方法を用いたモジュールにともよ、Linux の開発者である、 ハンダ・夫が作成した明かりがある。一部の Linux カーネル開発者は LSM を様々な理由で嫌っている。LSM はとりわけモジュールが何もロードされない場合において可能な限りオーバーヘッドを最小限に止めようとするがそのコストはゼロではなくこの点に反感を持っている Linux 開発者もいる。現時点では LSM は アクセス制御機能を提供のためのみに設計されているが、その他の利用方法で LSM を使用することを実際には妨げてはいない。そのため、他の使用目的により乱用される可能性、とりわけ、通常はカーネルへのアクセス可能な機能が限定されている GPL でライセンスされていないプロプライエタリマ。 モジュールがそれらにアクセスする目的で LSM を使いバイパスできてしまう点を一部の Linux カーネル開発者は嫌っている。乱用の例としては本来のセキュリティフレームワークとしての役割ではなく特権的なケーパビリティを作成するためにもっぱら利用するリアルタイム LSM なるモジュールが以前あった。リアルタイム LSM は 零点指定減に役立つため、一時期アンドリュー・モートンの管理するミリメートルツリーにマージされ、Linux をデジタルオーディオワークステーションとして使用するユーザーの間では特に利用されていたが、LSM を使用するモジュールが LKM として実装できなくなったカーネルバージョン2.6-24からはもはや利用できない。コンピュータセキュリティ技術者であっても、 同様に LSM を嫌っている場合がある。グルーシキュリティの作者は歴史的な理由もあり、次のような理由で LSM を嫌をしている。LSM は必要とする全てのシンボルをエクスポートするが、この中にはセキュリティモジュールと同様の処理でルートキットのような有害なモジュールの挿入を許すことにつながるものがある。サーバックの作者もサーバックが 必要とするものに対して LSM が不完全であるため嫌っている。とりわけサーバックの作者は次のような主張をしている。LSM は追加的、制限的アクセス制御のみが実装されているが、サーバックシステムは多くの追加機能を提供する。例えば、シンボリックリンクリダイレクション、セキュア、デリート、リナックスの部分的任意アクセス制御無効化機能が、それにあたる。 これらはすべてサーバックプロジェクト独自のパッチにより、カーネルの機能追加を行わなければならない。ダズコの作者は次のような主張をしていた。メインラインカーネルツリーにまだ取り込まれず、ツリー外部におけるメンテナンス作業をする限り、LSM の API を実装目標とすることは、常にそのターゲットが変化することに等しい。なぜなら、LSM に限らず、カーネルの API は、 リリースの度に変化するからである。とはいえ、これはリーナスが管理するメインストリームカーネルツリーに含まれないすべてのカーネルモジュール、デバイスドライバにも当てはまる話である。ちなみに、ダズコはファイルシステムスキャンの名目でファイルシステムへのアクセス制御を行うデバイスドライバである。このドライバを使用するとファイルシステムのロギングやモニタリングを行うことが可能となる。 バージョン2まではデバイスドライバであったがファイルシステムへのアクセスのみを行うことからバージョン3以降からは完全なファイルシステムとなっているバージョン2までは LSM を使用するかまたはシステムコールの独自フックを有効化するかコンパイル時に決定できたがバージョン3からは LSM を直接利用していないバージョン3は LSM 挿入済みの Linux VFS を使用していることから、間接的には LSM を使用していることになるが、それは LSM の上に実装するセキュリティモジュールという意味をなさず、Linux でサポートされているその他のファイルシステムと全く同等であるという意味しかない。ありがとうございます。